アンチフェイスキャンプやスカルマーチャントリワークなどを含む大きなアップデート 7.3.0 が実装されました。スカルマーチャントの使用感なんかはまだ初日でサバイバーが慣れていないこともあるので、もう少し使い込んでから動画にしたいと思います。今回は 7.3.0 アップデートにおいて少し注意しておきたい内容や新たに発生している不具合について共有します。まずはセノバイト。門を出した瞬間にカメラがグワングワン揺れる不具合は修正されたんですが、セノバイトが箱を取るとそれ以降一切能力を使えなくなるという不具合が新たに発生してます。うまいセノバイトになると箱を取るシーンって結構あると思うので、かなり致命的な不具合ですね。続いて死んだ犬の酒場。パッチノートには記載がなかったんですが、霧が非常に濃くなっていて、以前は見えていた遠い距離のオブジェクトが視認できなくなっています。続いて窓枠の高速乗り越えについて、海外の方が動画で比較してまとめていたので概要欄に動画のリンクを貼っておきますが、 7.2.3 の時よりもほんの少しだけ窓枠から離れた位置に着地するようになりました。男性サバイバーと女性サバイバーで着地位置に差はないようですが、トラッパーで窓枠の前に罠を置くときは注意が必要です。続いて瓦礫と化した広場のジャングルについて、以前動画で紹介しためちゃめちゃ強いジャングルが修正されて、パレットの配置が斜めに向くようになり、窓枠も PTB の時より回り込みやすくなっていました。ちなみに瓦礫と化した広場公開マッチも行ってみたんですが、マップが非常に狭くなっているのと PTB から強いジャングルが見直されたおかげで、非常にキラー側はプレイしやすかったです。というわけで短いですが本日は以上になります。よろしければグッドボタンやチャンネル登録で応援してください。ベルモ DVD 解説。